日本の芸能ニュースチャンネルの親愛なる視聴者の皆さん、こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。本日も盛りだくさんのニュースをお届けしますので、どうぞお楽しみください。それでは、早速本日のトピックスに移りましょう。2024年4月期ドラマ、長瀬連主演の東京タワーが、深夜枠で注目を集めています。このドラマは、 都会の喧騒の中で生きる若者たちの姿を描いた作品であり、特に TVer での視聴者からの支持が厚いことが特筆されます。東京タワーは現代の東京を舞台に多様な若者たちがそれぞれの人生模様を模索しながら絆を深めていく姿を描き出しています。長瀬廉が演じる主人公は都会での生活に疲れ果てながらも 友情や恋愛を通じて成長していく姿が視聴者に共感を呼び話題となっています特に TVer ではそのリアルなストーリー展開とキャラクターたちの魅力が高く評価されお気に入り数ランキングで常に上位に位置しています視聴者からは現代の若者のリアルな姿が描かれていて共感できるキャストの演技が素晴らしいといったコメントが寄せられ SNS 上でも 話題となっていますドラマの魅力の一つには東京の街並みや夜景を背景にした美しい映像がありますまた登場人物たちの日常生活や感情の揺れ動きが丁寧に描かれており視聴者はそのリアリティに引き込まれると評判です東京タワーは深夜枠ながらもその深い人間ドラマとともに幅広い世代から支持を集めています ドラマを通じて描かれる若者たちの成長と友情の物語は現代社会の中で生きる全ての人にとって共感できる要素が満載です今後も東京タワーがさらに多くの視聴者に愛されることを期待しつつその魅力をより多くの人々に伝えていきたいと考えています今月続々と最終回を迎えている2024年4月期の春ドラマ 近年は、スマホやタブレットからネット視聴する視聴者も急増し、テレビ各局は、その再生数やお気に入り登録数に、一気一憂しているとか。そこで、サイゾーウルーマンでは、深夜対午後11時以降に、民放で放送中の連続ドラマを対象に、民放公式動画配信サービス t v バーでの、お気に入り数を調査。上位20作品を、ランキングで紹介する。 トップのキングプリンス、長瀬廉主演、東京タワーは70万個へ。24年4月期春ドラマのシニア枠1位は、テレビ朝日系、推しドラサタデー枠で15日に最終回を迎えた、キングプリンス、長瀬廉主演、東京タワー。お気に入り数は72.5万だった。原作は、エクニカオーリッシュの同名小説マガジンハウス。大生、小島徹瀬と、 20歳以上年の離れた人妻、朝野志士、板谷ゆかの恋愛模様が描かれる。長瀬は、第1話から、シャワーシーンや板谷とのキスを呼びベッドシーンに挑戦。SNS 上でも、大きな話題となり、初回は4月期の深夜ドラマでは唯一となる、200万回再生突破、を記録した。同作では、多くの場面で、憂いのある表情を浮かべている長瀬だが、ネット上では、 幸せな恋愛ではなく、盲目的に恋する、トール役に、長瀬蓮の物憂げな表情がぴったり。といった惨事が、相次ぎ、ハマり役と評判の様子。放送前は、2005年に映画化された際に、トール役を演じた、岡田純一当時、V6 と、比較されるのではと、心配する声も散見されたが、長瀬らしいトールを見事に演じ切ったようだ。 2位の伊原立花主演、肝臓を奪われた妻に、韓流ドラマみたい2位は、日本テレビ系、ドラマディープ枠で放送中の、肝臓を奪われた妻で、お気に入り数は57.4万だった。ラインマ漫画などに掲載された同名コミックを原作と、する、同ドラマの主演は、地上波ドラマ初主演となる、伊原立花。中村光星桐山さざなみが母。 聖子桜井淳子への肝臓移植が目的で、北山裕海原と結婚するストーリーだ。他に、戸塚義樹や加藤千尋千と千尋千尋、原田隆二らが出演しており、ネット上では、ドロドロ具合が、昔の昼ドラみたいで最高、胸クそな話だけど、復讐劇は、やっぱり楽しい、といった声が目立っていた。3位、中村アン。 約束から16年目の真実と似てるドラマとは ?3 位は日本テレビ系木曜ドラマ枠で今月13日に最終回を迎えた中村安主演約束から16年目の真実でお気に入り数は55.8万完全オリジナルの心理サスペンス作品である同作は2008年に発生した連続殺人事件で 容疑者として逮捕された父の汚名を注ぐため、主人公、キリュウ・アオが16年後に刑事となって、戻ってくるストーリー。主人公のバディ役を、スーパーエイト、横山博が演じるほか、細田義彦、スケ、津川真奈美らが出演する。ネット上では、ハラハラドキドキの展開。中村安さんがかっこいい。中村さんも、 横山さんも、名演技だったし、何より、変な恋愛要素がなかった店員が良かったと、好意的な声が見られた。一方、石原さとみ演じる検事が14年前の事件と、向き合う、デスティニーテレビ朝日系と、設定やストーリーがどことなく似ているとの指摘も、そして、約束から16年目の真実の、レギュラーキャストである俳優、杉本哲太が、 デスティニーの4話にも登場したため、どっちにも、杉本哲太が出てきて、余計にややこしいと一部ドラマファンの間で話題になっていた。4位以下には、江口のりこ主演、ソロ活女子のすすめ4テレビ東京系や吉田幸太郎、主演、おいハンサム、に富士テレビ系が続いた今期の深夜ドラマ、お気に入り機能を上手に使い、7月期も、名作を見逃さないようにしたい。 2024年4月期シニアドラマ、TVer お気に入り数ランキングトップ21位、東京タワーテレビ朝日系72.5万。2位、肝臓を奪われた妻日本テレビ系57.4万。3位、約束から16年目の真実、日本テレビ系55.8万。4位、ソロ活女子のすすめ4テレビ東京系53.5万。5位、 おいハンサム。2フジテレビ系52.6万。6位、お迎え渋谷くんフジテレビ系40.4万。7位、95テレビ、東京開局60周年連続ドラマテレビ、東京系33.0万。8位、好きな男と別れたいテレビ東京系32.8万。9位、6秒間の奇跡花火師。 望月清太郎の2番目の憂鬱テレビ朝日系25.9万10位「買われた男」テレビ大阪 BS テレ東23.3万11位「墜落 JK と廃人教師レッスンに TBS 系21.8万同率11位「季節のない街」テレビ東京系21.8万13位 からかい上手の高木さん TBS 系21.6万。14位、君が獣になる前に、テレビ東京系20.9万。同率14位、あなたの恋人、強奪します。朝日放送20.9万。16位、社内処刑人彼女は敵を消していく、関西テレビ20.3万。17位、JK と、六方全書。 テレビ朝日系16.3万。18位、25時、赤坂で、テレビ東京系15.9万。19位、過保護な若旦那様の甘やかしコン TBS 系14.7万。20位、シークレット同盟、読売テレビ13.9万。